から内部被爆の問題を研究するようになったんですけど、そういうことでそういう従来 の、 世界的に有名な科学者、ソステネー駅の研究者や日本で学会の会長をやっているような人たちとは違った立場から、事実を踏まえて被爆者の立場からそれを研究するということをやってきたわけですね。で、その研究結果を裁判の中でやるわけです。国側はそういういわゆる御用学者を証人として出してくるわけですね。で、被爆者の側は私なんかが証言をして自分の研究したことをやるわけです。で、裁判所の中で論争するわけですが、そうするとこちら側が事実を踏まえてやるものですから勝つわけです。ということで、もう30以上の判決で私たちの主張を判決は認めてくれるわけですね。ところが厚生労働省はその判決に従わないということをやってみますし、厚生労働省の周りにはそういういわゆる御用学者がたくさんいまして、先日その35人のもうそういうこういういろんな委員会に出ているような人たちも含めて、裁判で間違った判決をするのは誤ったことを人々に伝えるのでけしからん、どういう意見書を出しているんです。だから僕はその35人というのは御用学者の名簿だと言ってるんですけどそういう状況が今まだあるわけです。そこを直していくというのは科学者だけの力じゃダメで、市民と一緒になって運動していかなきゃいけないなと思っているところなんですね。ということで市民と科学者の内部被爆問題研究会なんかも作ってるわけですけど、ということで内部被爆を重視する研究をやってきたことをちょっとお話ししようと思います。で、実は国際保全防護委員会というのが1947年ぐらいからスタートしてるわけですけど、その委員会の中にいろんな分科会があります。とりわけ内部被爆の問題を研究する分科会の委員長をずっとカール・モーガンさんという人が初めからずっと続けてきたんですね。で、彼が自分が辞めた時に本を書きました。で、その本が翻訳されたんですけど、そこの中にはこの保全防護委員会というのがいかに原子力産業とか、それからアメリカの原子力委員会というのは核兵器を作っているところですけど、そういうところからすごく圧力かけられてきて、で、今やられてきたかということを一生懸命喋ってます。そして退職して辞めた、で、自分たちの分科会の内部被爆問題分科会は研究した結果が発表を禁止されてた。で、退職した後はアメリカの核実験で被害を受けた人たちが裁判を起こしている、その裁判をサポートするという活動をやっていますので、裁判長からお褒めの言葉をもらったなんて本にも書いてますけど、そういう状況が内部告発としてあります。それからこれは2011年の12月28日に NHK が放映しましたけど、揺れる低線量被爆国際基準というのをやりました。実はこのディレクターの人が名古屋まで来て一生懸命勉強して、そして事実を踏まえて放映してくださったので、あと日本原子力学会のたくさんの 100人を超える人たちがこの NHK に抗議を申し込んだんですね。事実に反するって言って、だけど彼らの方が間違ってるわけです。ということで、実は国際保全防護学会も先ほどの広島大学の被爆者を調べて ABCC とか放射線影響研究所のデータをもとにしていろいろ研究してるわけですね。で、放射線影響研究所のデータがですね、被爆線量が従来は過大評価してた、だから被爆線量をもっと下げなきゃいけないということになったわけですね。で、約2倍線量を過大評価してたので被爆線量を半分にしたわけです。ということは同じ線量でも起こっているがんの発症率は2倍になりますよね。ということで2倍にしなきゃいけないことになったのに、これはやらなくてよろしいチャンスだからそのままに据え置こうということをやったということを NHK が放映してくれたんですよね。それに対して放射線防護日本の原子力学会なんかが要するに御用学者集団が NHK に抗議を申し込んだんですけど、 NHK は事実を踏まえてきちんとやったもんだから全然それには応じないということをやっているわけですね。で、この国際保全防護学会はどんなところからお金もらってやっているかというのははっきりしているわけですけど、それから先ほどもありましたけど国連の科学委員会というのがあります。実は1953年の12月8日にアイゼンハワー大統領が国連でアトムズ・フォー・ピースという演説をしました。これでアメリカは核兵器の方から原子力平和利用の方に変わるんだと言って、世界中のマスコミもこれを
演説を褒めたたえたんですけど、この狙いは何かというと、これから水爆をどんどん作っていく。そうすると広島のような原爆なんかはもうだあの濃縮ウランは余ってくる。そうすると濃縮ウラン産業をこれからも核兵器を持ち続けるためには維持しなきゃいけない。そのためには濃縮ウランを使ってくれるそういう原発を同盟国にたくさん作らせなきゃいけないというのがこの演説の一番大きな狙いなんですよね。で、濃縮ウランを提供するというのがこの演説の狙いです。ということで、あの中曽根康弘とか正力松太郎をアメリカに呼んで洗脳して、そしてアクウッとし日本に原子力をあの予算をパッと出させるということをやったわけですよね。で、これが日本の原発の政策の一番最初になったわけですから、アメリカのそういう世界核兵器戦略の一環として日本の原発が大増設されるということにつながっていたわけですよね。で、まあ、そういう中でですね、まあ、核不拡散条約という条約が1970年にスタートしますけど、その条約の下で この核不拡散条約というのは自分たちだけが核兵器を独占して、その他の国には核兵器を持たさないというのがもともとの狙いです。だけどそれではダメだということで、第6条には核兵器を持っている国も核軍縮に努力しますということが入っています。で、もう一つは核兵器を持っていない国に濃縮ウランを提供するというのもこの条約なんですよね。ということは、核不拡散条約というのは原発を世界中にどんどん広げるという国際的な枠組みでもあるわけです。で、そういう枠組みの中で国連の中に科学委員会なんかも作るわけですね。だからそういう核政策の中で作られたあの原子力放射線の影響に関する国連科学委員会アンスケアというのはそういう核政策の一環として作られていますから、結局あのいろんな変な報告を出すわけですね。例えばチェルノブイリについて2008年20何年経った後からですけど、あのチェルノブイリの影響は大部分の人口においては重篤な健康問題の恐れに生きる必要はないなんてことをバーッと言って、あの放射線の恐れをどんどん、まあ、先ほどの松崎さんとかあの岡山さんの話のようにですね、あの恐れをなくすということに重点を置くことに国連科学委員会もやってるわけですよね。で、あのもうあんまり時間がなくなってくるんじゃないかと思うんですけど、原爆の放射線による場合、放射性微粒子がこの火の玉の中に大量にあって、火の玉が上昇して放射性物質を作っていくわけですね。で、これをやってると、で、この原子雲、原子雲の中で真ん中、これ広島の原子雲を上空1万メートルから撮ったんですけど、真ん中のところは約16キロぐらいの高さまで上がっていきますけど、急速に上がっていきますから、あの雨粒が大きくなりますから、重くなって下まで落ちてくるので、この真ん中の部分の真下が黒い雨が降ったところです。これ横に広がってきてますけど、大体1万メートルの高さですけど、そこ あの雨粒は小さいので、落ちてくる途中で全部蒸発しています。で、広島の場合ですね、あの放射線、真ん中が通ったところはずっと北西方向に行ってるんですけど、広島全体が火災になりましたので、火事嵐が起こって雨がこの後落ちてきましたので、最初の放射線の雨がほとんど流されてしまいました。だから後測定しても見つからないんですね。で、今日本政府が広島で最高の被爆をしているのはここだ、放射性工学部の最高はここだって言って未だに言ってるわけです。だけどここはこの図がありますけど、雨が黒い雨を降った地域はこういうふうになっています。これ人によってデータ違うんですけど、今の濃い高す地域でここなんですね。ここです。で、一番あのこれは西野義雄さんが8月9日にあの土を持って帰って東京で測定したものが残ってたのを、あの広島大学の静間さんたちがもう一遍再測定したわけですけど、ここのところがですね、この7という番号のところがここよりも20倍大きいわけですけど、20倍するとこの地図からはみ出してしまいますから、これ20分の1に移してあるんですけど、だからここの20倍のところがあるわけですね。ところがその後もあの台風とかいろんな雨でこれ流されていって、もう今では見つからないわけですね。一番ひどいところにあのあったものが見つからないで、一番端っこの方のものが最高だったのを未だに
言い続けてるのは非科学的、しかもそれは雨が降ったものだけなんですよね。で、大部分の被爆者が影響を受けているのは降ってくる途中で蒸発して放射性微粒子になったものを体の中に取り込んだ内部被爆の影響ですよね。だけどそれは日本の場合は風で流されていってるから後では測れないわけですね。これは長崎です。長崎の真ん中のところ雨が降ってくるわけですけど、これはずっと東の方に雲仙岳の方にやってきていまして、で横の方はずっと雨粒の小さいものがありまして、まあ、この辺あたりまではかなり暑さがごついですから影響力が大きかったと思いますが、で長崎は爆心地がずっと北の方だったんですね。で放射性の雨が横の方に行って、火災は広島ほどじゃなかったものですから火災の雨の影響ないものですから、ここが爆心地です。で雨が降ったところがずっと帯状に、これは長崎の方はプルトニウムですから、プルトニウムを測定すれば雨が降ったことがどうになってるかというのがずっと分かるわけですよね。で、いろんな方向を測ってありますけど、日本全体が核実験で起こってきたものよりもたくさんあるということが分かっています。で、これは私の描いた漫画で、この図を国連の、ロビーでも飾ってみていただいたんですけど、真ん中のところは雨ですね。西山地域というのがすごく雨が降ったところですけど、放射性微粒子。ずっと広い範囲に広がっていきます。すいません、福島の話してくれませんかね。で、これは、ベクレルとかブレーとかそういう単位を皆さんご存知だと思いますので、一番重要なことは何かというと、人間に60兆個の細胞がありますけど、1ミリシーベルトあげるとですね、体の中60兆個の細胞全部に平均して一つの細胞に500箇所ぐらいの分子が電磁作用を受けるわけですね。ですけど今生き残っている生命は、DNA とかいろんなことで元のように回復する能力はかなり持っている生き物しか今進化して生き残ってないんですけど、そういうこともあって大体ですね、平均して分子1個に1個ぐらいが損傷が残る。1ミリシーベルトで体60兆個の体全体の細胞に平均して1個ぐらい損傷が残るということになります。でも1個細胞の中で損傷が起こっても細胞は死なない。で、100ミリシーベルト浴びると、だから1個の細胞に100個ぐらいの分子が損傷を受けてるわけで残っちゃうわけですね。そうすると中には細胞が死ぬ細胞が出てきます。で、200ないし500ミリシーベルト浴びるとですね、そういう細胞がいつかたくさん周辺に集まってきます。そうすると症状として現れてくるわけですね。だから200ないし500ミリシーベルト以上でないと急性症状は起こりません。で、DNA なんかの分子が損傷を受けたものはそういうこととはまた別に損傷が起こって細胞分裂した時にその損傷がずっと継続しますから将来がんになるということになるわけですね。ということで大量に浴びれば200ないし500ミリシーベルトより以上浴びればいろんな人が急性症状を引き起こす。で、臨床的に起こる。それからそれ以下でも分子に損傷が起こっていればそれが将来いろんなことで万発性のいろんながんとかそういうことになる。お願いします。もうあと時間をですね。ということで時間をもう応募してますので、 あと私が明らかにしたことだけをちょっとやりますと、これが広島の原爆の、被爆者の中で起こった急性症状の発症率から逆算して放射線の影響がどれだけあったかというのを調べた結果です。爆心地からずっと距離ごとにずっとやってるんですけど、で初期放射線の影響がこの黒い線なんですけど、遮蔽効果がありますから約半分としますとこういう線になるんですね。で、放射性効果物の私の調べた結果はこれです。これは広島です。ところが国側が黒い雨が降ったことから言ってるやつはここです。もう50倍以上過小評価してるわけですね。で、ところが放射性影響研究所はこの影響を全然無視してやってきてるわけですね。で、その影響は同時にですね、もう一つ私は研究松崎さん25分にはもう退席しなきゃいけない。 でもこれは一つ言わなきゃ、これは広島の原爆の被爆者のですね、髪の毛が抜けるやつが
青い四角です。それから皮下出血で紫色の斑点が体中に出るやつが紫斑というやつですね。それから緑の三角が下痢です。でこの図を見ていただくとですね、この緑の三角の下痢が爆心地に近い1キロ以内は脱毛とか紫斑に比べてはるかに小さいわけですね。で下痢はなぜ起こるかというと、放射線が腸の壁の細胞をやっつけてということになると、爆心地に近いところは初期放射線がかなり強いですから、初期放射線が透過力の強い初期放射線が腸の壁、細胞の壁まで到達できるわけですね。でも透過力が強いというのはどういうことかというと、まばらにポツンポツンと電離作用するから、なかなか走っている間にエネルギーを失わないから透過力が強いわけです。ということだと、腸の壁の細胞まで到達できるんですけど、腸の壁は薄いですから、細胞薄いですから、ほとんどダメージ与えないで通り過ぎてしまうわけです。だからかなり大量の初期放射線が当たらないと下痢が発症しない。ということで発症率が低いんですね。脱毛や紫斑なんかが起こるよりはるかに発症率が低くなっているわけ。ところが、1キロを超えて 1.5 キロになると逆転して、脱毛や皮下出血に比べて、原因の発症率が高いわけです。で、もう初期放射線こんなとこは到達してませんから、こういう下痢が起こったのは内部被曝以外に考えられないわけですね。内部被曝というのは透過力の弱い放射線が体の腸の壁までやってきて、そこから透過力が弱いというのは集中して電離作用するからダメージが大きいわけです。というのがこれを説明できるわけですね。ということでこれを解析しました。で得られた結果はですね、初期放射線の影響と、それから放射線工学の影響、脱毛と紫斑と下痢と3種類で同じ放射線工学の影響が得られるわけです。ということは、遠距離の方は内部被曝であるということを、遠距離というのは結局放射線工学ですけど、それを証明したわけですね。だからこういう研究は世界中誰も原爆被曝者についてやってこなかったわけです。で、それを国際の論文なんかとして英文論文をイギリスの論文なんかに投稿しましたけど、掲載拒否されました。で、日本の雑誌にも投稿しましたけど、やっと3年前に私の論文が掲載されて、でヨーロッパの放射線リスク委員会なんかも関心を持って私をわざわざ招待して報告なんかもしてくれましたけど、こういうふうにしてこういうものを無視するということが内部被曝を無視するという世界中の研究体制になっているわけですね。だから事実を踏まえて、そしてそれをひっくり返していくということが、福島の原発事故とかそういうことに対する科学的に正しい対応をさせることにつながっていくだろうと思ってるんですね。で、島野さんが委員長で、日本学術会議の中に分科会を作ってくださいました。できたら、松崎さんとか岡山さんとかそういう専門家が、そういう分科会で報告してくださって、そして日本の科学者が真面目に科学的な立場から被曝影響をちゃんとみんなにしてもらって、日本政府の誤った態度を変えていく、さらには世界の態度を変えていくということがすごく今大事になってきているなと思います。私は核兵器をなくすために一生懸命ずっと運動してきたわけですけど、核兵器禁止条約が来年2015年の核不拡散条約再検討会議で交渉が始まるということになれば、核兵器のない世界を作っていく、その場合に今度はもう核不拡散条約はいらないですよね。核兵器禁止条約ができたわけですから。そうすると放射線の被曝の影響をずっと国際的に散らばせるような、そういう役割をしていた条約もなくなって、で世界的に間違った研究体制をやっていくというようなことも崩れていく。そうすれば人類が未来に放射線の被曝の影響に恐れないような、そういう人類社会を本当に正しい被曝影響を考えていくという、そういう人類社会になっていくんじゃないかなと思っているので、頑張っていきたいというふうに思っています。以上です。ありがとうございました。だいぶ時間が押してしまってですね、お話はいいお話でしたけど、皆さんあと5分ほどしか増崎さんにいていただけないので、一般参加の方じゃなくて映像の方も含め報道絡みの方で増崎さんにご質問なさりたい方がおられれば
報道の方です。まずはございませんければ一般の方からでもいいですけど、じゃあ一番に手を挙げた、どうぞ。この研究者教授が放射線の診断の専門家 で中川さんはなぜ教授じゃないかというと診断じゃなくて治療の専門家だということで、ですがご自分は東大でも一番一流なんだとおっしゃっています。でその方がおっしゃってるんで、かなり我々に一般人に説得力があるのが、その、7万ミリシーベルト当てても鼻血が出ない。それはもう非常に多くの人に放射線を当ててるわけですよね。で7万シーベルトというのは正確に多分読むんじゃなくて70グレーだと思います。70グレーっていうのは細胞を殺す量なんですよね。細胞を多分がん細胞を全滅させる量だと思うんですが、僕はそれを聞いた時に、あ、70万ベクレル、70万、ごめんなさい、70グレーというのはもう全滅させる線量ですから、言ってみればどういう風景が描けるかというと、広島の原子屋ですね、何もなくなってる、全滅させる、だから話どころじゃない量なんじゃないかなって気がしたんです。でもう一方で、その放射線を治療した人たちの経験から言いますとね、要するに食道に当てれば近くから出血する、あるいは前立腺がんの治療すれば出血する、だから出血するということもまた常識なんですね。だから そこから考えても中川さん言ってることはおかしいなと思うんですが、いかがでしょうか。ガンマ線がパッと突き抜けるような被曝が、放射線の照射治療なんですね。で今回の放射線微粒子の被曝というのは、ベータ線がじわ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 と局所を破壊するって言いますかね、損傷を与える、ですからその放射線の澤田先生も言われましたけれども、その悪さの仕方の質が違うので、原発事故の後はそのああいう現象だって起こる可能性があるという解釈ですから、すいません、私の質問は、はいはい、上咽頭に当てて、はい、出血ってことはありえないんですかっていう質問です。おそらくですね、その先生もあまり経験ないって言い切ってるのであれですけども、そのやり方では出血をするということはないかもしれません。ただ西尾先生ですね、北海道のがんセンターの西尾先生は、彼は一応肩書きはすごいんだけども、本当の実践的な治療とかほとんど経験がないので、彼の言うことは当てにならんとかってよく言うんですね。ですから、でとにかくあと外部被曝だけじゃなくて、そのベータ線によるその放射線微粒子の被曝というのはまだ本体がよく分かってないので、やはりもっと研究していかないと今回の現象を説明することはできないと僕は思っています。松崎さんが大丈夫な時間の範囲で簡単な質問です、2つですけど、1つは遺伝的障害についての話、他にですね、民間ベースでもいいんですけど、データがないんでしょうか。原爆被爆者の二世被爆、ね、それの健康障害に関するですねレポート等はないんでしょうかというのが質問1つ。もう1つは呼吸被爆が、私はですね福島で最もですねリスキーなですね問題だと思っていますので、松崎さんから何かこれは言っときたいってことがあればお聞かせ。被爆2世の方々の疫学調査は民間ではないと思います。それから、吸い込んで被爆するということに関しては
チェルノブイリでは子どもたちで土壌汚染の高い地域の子どもたちはやはり肺活量が減ってるとか、そういうデータはあるんですね。ですからそういうことを睨んだ子どもの検診も必要ではないかと思っています。今のご質問ですけど、実は1977年に被爆な問題国際シンポジウムがあってですね、医学と物理学問題の分科会で私は最後のまとめ の作業をユーゴスラビアの科学者キサニクさんという人とまとめの作業をやったんですけど、その時に広島長崎の被爆者 の子どもたちの遺伝的な影響について議論しました。で一つは先ほども私の話にありましたように広島長崎 の放射性影響研究所の研究は遠距離被爆者とか入試被爆者というかなり被爆をしてて、で先ほど私の計算では広島被爆者約1000ミリシーベルト以上浴びてる人たちと、それからもっと近いところで1200ミリとか1400とかそういう被爆をしてる人たちを比較してるわけです。だからあまり違いが出てこないわけですよね。ということも一つ背景にあります。と同時にですね、高度な生命の場合の遺伝的な影響の場合はそういう遺伝的な欠損を持ってるものは死産とか流産が多いということで分かりにくいんじゃないかという議論がありました。で実際に放射性影響研究の科学者も一緒になってそういう問題を議論している人たちと一緒に議論したんですけど、で丸谷さんという広島のお医者さんがいらっしゃいますけど、彼がそういう死産流産のやつを調べますともう明らかに影響が大きいというデータが出たというのを日本科学者会議の数年前から論文を書いて出しています。だからそういう死産流産ということを調べてやるとそういう影響があるということが分かっています。丸谷さん、はい、丸谷博士さん、ありがとうございます。はい、どうぞ。大きい声で正木先生お帰りになる前にぜひお聞きしたいことはですね、8月24日の県民健康調査の委員会で、子どもの高齢者に関してですね約4人、まあ1人は新卒の高齢者が103人ですね、疑い含めて、でこの発表も依然としてですね、放射線の影響とは見られないという、まあ、今のところという条件をつけながらですね、でなお慎重に調査検討を続けていきたいという、それも最後についてはいるんですけども、やっぱりスクリーニング効果でこういう結果が出てるんだというのが主流な報告になってるわけですね。でそれに対して正木先生が先ほどおっしゃったのはいくつか の有力な 反論というか反証ですね、実際には放射線つまり原発事故の影響じゃないかということを示されてるんですが、これをまだ途中であってもですね、一つまとめ上げてですね、何かそのアクションを起こして反論していく必要が僕は私はあるんじゃないかと思うんですが、この辺はチェルノブイリの数から言ってもそうですし、松崎先生がまず第一に農法結節がこんなに多いぞっていうふうに言ったところから半年後からね、一人がん患者が見つかったという経過からしてもですね、ぜひやっていただきたいと私は思ってるんですが、その辺はいかがなものなんでしょうか。まあ、校長選については、まあ、いろんな仮説というか考え方は示しています。でただそれはどちらかというと僕自身は当たってほしくないと、私の出した仮説が当たらないで今後数年間検診を続けても、それ以上福島の子どもたちに甲状腺がんが増えなかったとかっていう結果が出てほしいなというふうに思ってるわけです。でただそういう希望的観測があってもやはりいろんな、まあ、考え方もありますけども、やっぱり検診をしっかりするっていうことを一生懸命頑張る。それから今問題になっているのは見つかってしまった甲状腺がんをどう治療するかっていうのもですね、今までの甲状腺がんを
レポートしていただいて、専門家でしっかり検討するっていうことも必要じゃないかと思うんですよね。ですから、モニタリングも必要、それから、見つかってしまった甲状腺がんの、治療法の検討も必要ということで、あとは今回の一番最近の調査でこう地域差があるかどうかということも医学的にもっともっとしっかり詰めるべきだということです。で、政府側の人たちに足りないのはやっぱりそのいろんな我々が出している仮説だとか考え方について、きちんとその、考えて、いやそれはそうじゃないとかね、いろいろ科学的に反論というかね、してもらいたいなと、そういう対等の論争をしないとやっぱり国民の皆様も信用できないだろうしというふうに、だからそういう公開の論議というのは必要じゃないかと思います。で、あとお時間がないんですが、僕の名前でメルアドって入れるとGoogleかなんかでちゃんとメルアドどっかに出てきますので、もし今日の使ったファイルは自由に差し上げますので、メールをいただければダウンロードできるようにしときます。よろしくお願いします。今ね、ヤントレさんの質問の問題があるんですけど、日本政府の特に厚生労働省なんかの労働省の態度を根本的に変えていく必要があるかなと思っているんですよね。で、先ほども時間なかったから省略したんですけど、ここに構図があります。これは先ほど示した図ですけど、日本政府はですね、2キロを超えると初期放射線ほとんど到達していません。だからここから先の方にある放射線のでいろんな起こった急性症状は放射線の影響じゃないと未だに言い続けています。で、例えば髪の毛が抜ける脱毛ですよね。これは精神的なショックによる遠距離のやつは、近距離は放射線の影響だろうけど遠距離は精神的なショックの影響か、こういう遠距離で起こったこういう下痢は、これは当時の衛生状態が悪かったからだというのは彼らの未だに裁判で主張していることです。そして厚生労働省の周りの護衛学者も同じことを言っています。だからそういう体制を直さなきゃいけないんですね。でこの図を見ていただくと分かるように、紫色の斑点が全身にできる紫斑というのがありますが、紫斑と脱毛はほぼ同じように変化しています。でこれについては彼らは皮下出血ですから放射線以外にはなかなか説明できないですから、彼らはそれを認めるとしないわけです。お話し中ですが、皆さんちょっと拍手をしてどうもありがとうございます。ということで、それ紫色の斑点が出るのと脱毛がほぼ同じように変化してますよね。で、長崎も同じです。長崎も同じように変化してます。ということで、これは原爆の放射線以外には説明できないわけですね、科学的に。で、これはそれと同じ、先ほどのように同じようなカーブで説明できるわけですから、こういうことをちゃんともっと研究やっていく。で、実はこういうことを最初に指摘したのがドイツのシュミツ・ホエヘイケさんという女性の科学者、彼女が今 ECRR の会長をやってるんですけど、彼女と一緒に放射線影響研究所に行きました。こういうデータ彼はたくさん持ってるのに、ちゃんと研究しないで放置してるわけですね、指導してるわけです。だからあそこにあるデータを引っ張り出して研究する課題がいっぱい残ってます。ということで、被爆の影響、それだけ内部放射の影響をこれから明らかにしていくというのは科学者に課せられたすごく重要な責任だと思いますので、日本学術会議なんかでもですね、まともにそれを議論していただいて、で日本学術会議でああいう分科会でそういうことが出てくれば、マスコミも注目せざるを得ないし、そういう分野の研究者もやらないといけないというふうに思わざるを得なくなると思いますので、そういう方向でこれからやっていきたいなというふうに思っています。澤田さん、どうもありがとうございました。それではこれから10分ちょっと休憩をさせていただいて、45分から総合討論に入りたいと思います。いや、しばし休憩いたします。